寒いよ。寒い。また雨が降ってくるんで。雨が降るのはね、嫌なことがいくつかあるのと、いいことがいくつかある。雨が降ると、いいことは、地球が潤う、水を必要としてる生物もいるでしょ。それはいいことだ。で、デメリットはテントがめちゃくちゃ濡れる。なんか雨にそんなに強くないような気がしてきたな、このテント。なんかね、土砂降りになると雨が入ってくるんです。だから木の下を探してテントを設置しなきゃいけない。で、今また雨が降ってくるから、もうちょっとしたらテントを木の下に移動じゃない、移動させる場所を探さなきゃいけないけど、木っつってもちゃんとこの時期ってほら、木が枯れる木も多いんですよね、落葉樹、冬は。この時期でも葉っぱがついてる木の下か、東屋の下とかにしないと、最近水に弱いこのテントをどうやって守るかっていうことを考えてきてます。水が入ってくるのと、今このテントポールつって張ってる棒が折れてるから補強してるから、風が吹くとやばい。いつぶっ飛んでもおかしくないような状況なんですよ、これは。だから私はいろいろ考えてます。寒いよー、寒い。こうやってね、ずーっとじーっとしてるとあったかくなるんですよ。で、こうやって下手にこう動いたり、こう寝返りをすると、中のこの温まった空気が首元ぐらいから外に風がシューッと抜けるところで、新しい冷たい空気がシューッと入ってくる。だから暖かくなってきたなと思って、その気温をキープしたいのであれば動かないことがいいなっていうのが最近また分かってきた。冬も終わろうとしている頃に、と言っても寒い。今何度？何度だ？今ちょっと動きたくない、もう、動きたくないから、トイレも行きたくないんですよ。もう出たくない。寒い。出て帰ってくるとまた冷たくなってるでしょ。寒い。トイレを我慢する。もう動けない。でも動かなきゃいけないもんね。なんか体が痛くなってくるでしょ。なんていうの、体が痛くなるっていうのは、こうずっと同じ方向を寝てると血流が悪くなってくるから、体を動かしくなるわけじゃないですか。で、体を動かすんです。その瞬間が寒い。で、トイレは我慢していくけど、我慢してる時まではなんか、トイレ我慢してるからかな、なんかやったらべったら夢見るんですよね。さっき見てた夢はね、おお、風が、バスケットボールプレイヤーと、なんか、コーチがいて、なんでそんな夢見たかわかんないけど、めちゃくちゃでかい、なんか、打ち上げになぜか俺がそこにいるんですね。その、なんかの優勝記念的な感じだった雰囲気がそんな感じだ。なぜか俺がそこにいて、
で二次会、そうだ、二次会があるっつって、二次会があるけど競りが来ないんだったら俺は行かないとか言い出すんですよね、そのプレイヤーが。でコーチも同じこと言ってくるんですよ。でコーチとそのプレイヤーの仲が悪くて、なぜか。でコーチもセリ二次会お前が行かないだろう、俺も行かないっていう、なんか同じこと言って、二人とも同じこと言うけど、で俺が行ったら二人仲悪いのになとか思ってる夢を見たんですよ。変でしょ。でね、まだその前にもう、なんだっけな、その前に夢忘れたな、そのよく忘れたけども、最後にさっき見たのがそのバスケの夢だった。謎の夢でした。今はもう6時になって、なんか少しずつ明るくなるはずなんです。動きたくないんですよ。気温見てると6時ぐらいが一番寒そうですね。なんかこう12時、1時、2時、3時、4時って少しずつ下がってきて、5時、6時に1回グッと下がって、7時からパタプッと上がるっていう、面白いね。なんかそういうのも見てて、あ、6時が一番寒いんだ。だから2時とか3時ぐらいなのかなと思って、そうじゃないんですよ。朝方なんですよ、気温が下がるのって。俺が見てる限りはね、あの天気予報とか見したら、1回6時でドーンって一番最後下がって、キュッとやっぱ日の出とともに上がるから、6時が一番寒いから、こういう状況になって動けない。今は、あの、なんていうの？マイナス、今までマイナス5度ぐらいが最強に寒かったけど、マイナス5度だと、こうじゃない。こうです。もう、顔が出てるでしょ、こうやって。顔が出てる部分が、まあ、冷たいマイナスまでいっちゃうと。ね、なんかね、あまりにも顔が冷たすぎて寝れないっすよ、あれ。俺はね、寝れなかった。もうなんかね、顔をね、で、氷に、ね、くっつけてるみたいな感じなんです。ほんと、それぐらい冷たいですよ、顔が。もう冷凍庫の中じゃない、マイナスっつうと。もう、顔が冷たくて、だからもう雪山の中にいるときなんかもずっとこう、それでも寒かったけど、もちろんこうやって顔出してるから全然マシだったけどね。でもそれが最近もう全くなくなって、春の訪れが、で俺もこの何ていうの、旅を始めて3ヶ月 ?107 日目でしょ。今日で107日目ってことはサザンが9だから、まあ3ヶ月は超えてるわけだね。で冬から入ったじゃないですか。で最初は予定としては春から入ろうとして、だから今ぐらいから出発しようと思ってたんですよ、本当は。でもなんか暖かくなっての方がやりやすいのかなと思ったけど、結局ぐるぐる回ってるうちに冬は来るんだから、それだったらもういつ行っても一緒だと。とりあえずこの寒さも暑さも体験するんだから、なんか寒さから入っといた方が、寒さが来た時になんかこう、なんていうの、構えられんじゃん。なんか準備として。それで、まあ、もう、準備できたしな、行っちゃえみたいな感じで11月に出発してね。その選択は間違ってなかったような気がする。だからこれから春でしょ？荷物が、減るけども、また夏用で荷物が、あの交換するんでね、友達に預けてるから、それがまたこれが減るのと増えるので、なんかね、そんなに重さ変わんないと思う。なんかそんな気がする。むしろ逆にちょっと増えんじゃないのかなと思って、頭の中でこう分かんじゃない、この荷物はあのどっか行く、
あの荷物が入ってくるとか、はあ、荷物が重い、なんかちょっとね気をつけなきゃいけないね。あのかかと一番なんか俺が体の中で気にしてるのがかかとなんですよね。なんかこうかかとがいろいろ調べてるとなんとか炎症とかなんかいろいろ出てきて、まあ、常にね長距離歩いてこの重さ持ってるから、まあ、距離を短くして歩こうと思えばできなくはないんですけど、その短くした場所に寝れそうな場所がないとかね、公園がないとかさ、あの無料のキャンプ場がないとかね、そういうことが起きてくるとね、いきなり結局長距離歩いたりとかして寝場所をこう道の駅とかいろいろ探してるわけよね。結局見つかんないと伸びる伸びるんですよね。これはしょうがないけど、だから荷物を少なくしよう少なくしようと思っても、はあ、減ってきたなと思ったらまたなんかこうなんか食べ物買ったり米買ったりなんかこうなんか増えたり減ったり増えたり減ったり、実際そんな、測りたいけど測りもないしなみたいな、自分がどれぐらい持ってんのかなっていう、そう興味があるよね。そう重さが分かればさ、なんかそれに測り持ってたな前、あ上げたな、あじゃああれ売ったんだ、そういうのあったな、くそー、さちんたらちんたらしてないで準備して、はあ、歯磨きしていきます。寒い、手も出したくない。